本当にですね、もう今まだまだこんな時間か。今6時半ですな。で、まあとりあえず皆さん本当まあ心霊の話っていうか霊体験の話もしてくださいとかコメントで結構あるんですけど、うん、どういうのが聞きたいかな。何なんか話せるネタあるんだったらタイトルだけでも言ってくれるとこれ聞きたい。いや多分視聴者は全部話せて言うんだろうけど。いやもう霊本当三途の川でも三途の川でもあれってじゃん。ああコメントにもあったように、まあ日本と海外でその三途の川の見方が違うみたいなやつね。で、はい、僕の場合は薬物系だとか言って書いてあったよね。薬物やってませんから。本当にそんな恐ろしいコメントあったか。こういう能力持ってる人は多分その三途の川をっていうのは多分虹色でしか見えてないはずだと思います。うん、霊感が持ってて、でお花畑で川があるっていうのは多分想像で見てる見てないかどっかから聞いたような話を喋ってるっていう。僕の場合は本当にもう心臓マッサージであばら骨が折れとったからもう心臓マッサージ電気出て生き返ったんやけどさ、おー、うん、あれはね本当に短いようで長いかったみたいで、ね、気がなかったのは3日間なんですよ。だけど僕的には1日しかない世界なんですよ。見とるのは3日の危篤状態っていうか重症状態だよね。で最後の1日で危篤やばいっていうことで心臓マッサージや起きたわけやん。うん、その時に見えたのがその虹の筒かな。であと連れの声が聞こえて、筒トンネル分かんないけど、トンネルっぽいかな。こういう本当綺麗な本当にもう本当に綺麗な色だったよね。ピカーって光って本当にそっちに渡りたいっていう。ああ、うん、なんか誘惑的な、そういう誘惑じゃないけどそういうなんか魅力的なものには見えたんだ。そうだけど後ろからは声が聞こえるんやて連れのはい、そんな動画はなんていう前回で見れますので、そうそうみんな見てみてね。そうで結構僕本当にね、まあルナちゃんもそうなんだけど、ルナちゃんも樹海で拾って連れ帰ってきてるんやけど、はい、あのかっちゃんのなんだ、お友達僕のマイフレンド、うん、幽霊のな。そうね、生きてない方です。そうで彼女でもね、こいつとは長いんだけど彼女ができるじゃん、彼女が家に来るじゃん、うんね、うん、そうするとなぜか知らんけど彼女が必ず家帰った後絶対怪我をするっていう。なぜか知らんけどじゃねえな。八つ当たりかな。え、そのあなたのそのお供てかのルナさんは、うん、どの立ち位置なの、守護霊の立ち位置なの、単純にあなたの隣にいるその友達感覚というか友達みたいな距離の、それ僕を心配してそばにいてくれる友達。おー、うん、何も助けてくれんけどな。でも助けられてもらっとるのかな、こうやって今も苦しいけど生きとるっていうのは。まあなんかいや本当あのね、子供いなかったら僕もう本当に死んでるもん絶対。うん、最近本当にね、僕こうやってわー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 騒いとるけど本当めちゃくちゃ人生疲れてんですよ。うん、みんなそんなもんじゃねえのかな、わかんねえ。俺の場合は本当命たとうのまではすぐ立てれるタイプやもんで、その時になると、うん、ルナは来るね、ちゃんと。ああ。話し相手に悩み聞くよう的なやつ。そう頭の中でずっと会話するね。スパダリだ。頭の中でねすごい会話ができるんですよ。ね、僕のアンチのコメント書いてあるエリカもそうや。あ、それはちょっと後でくれようと思ってる。そうエリカね、最近ちょっと調子こいてるんですよ。、うん、そう、ちょっと2つ目のタイトル先にちょっと言ってみます。黒エリカっていうのは昔僕も使ってた名前なんですよ。
はい、あの、黒エリカっていうあの、コメントに関してね、先にその、言っとかなきゃいけない。あの、山口さん、あの、俺らが放置してるのをわざわざ、うん、コメントで。山口さん、ありがとう。本当に。うん。なんか、いろいろ、何やったっけ。ご心配かけてね、ご迷惑かけてね、本当に。ご迷惑かけてね、本当、山口さん、本当、あなたには感謝する。うん、そう黒エリカに関してもちょっと喋っておかないなといけないというのがね。そう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 。言ってかんとかんないですよ、うん。あの、あれは、かっちゃんのリアルのお知り合いの方のアカウントでございます。そう。僕の知り合いです。だから、好き勝手言ってるのであって、うん、言いたい放題なんですよ。で、まあ、変な話、山口くんの、コメント返しにもやったように、霊能力的に言えば同じか、むしろそれ、僕よりかも上だと思ってるんです、僕にとっては。唯一霊能者で認めとる人間っていう。ギボアイコさんはギボアイソカコさんは僕の師匠なんや。僕の尊敬する、なんちゅうの僕にとっては神なの。憧れの人か。神。神。神。憧れより上だった。そうそうそう。うん、で、黒エリカの方は、僕の憧れ。ああいう風になりたいっていう。ああ、うん。そう。でも能力的には、うん。ほぼほぼそんなには変わらない能力。むしろ、そいつらが欲しいって言っとるぐらいで僕を。役に立てないんだろうな。ああ、その、あなたの、その、お師匠的な、その霊感の持ち主の人が所属してるグループがあなたを誘ってるから。うん、そう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 。やっぱり名古屋弁出るね、あなた。今のダラーっていうの。え、これ三河弁だやん。そう、ほんと口の悪いのは名古屋弁ですから、僕別に送ってもいないし。そう、あのね、ちょっと話変わっちゃうんだけど、うん、あの、方言についてもね、ちょっとね、説明がいるのかなって思ったから語ってほしいんだ。何？方言って何を言っとるかわからん。あの方言で、あのかっちゃん、あの一部の視聴者さんから意見をいただいて、うん、かっちゃんがその普段からね怒ってるような言い方をするとか、その怖い言い方をする人なんだなっていうね、誤解を招いている人いるんですよ。ことについて、うん、うん、弁明をどうぞ。怒ってません。はよやれやとか普通なんすよ。はよ行こうとか普通なんすよ。何やっとるんや、これ普通です。そうか、あのイントネーションがあれか、怒ってるように聞こえるのか。はいはいはい、今わかった、今わかった。何やっとるんや、もういい、はよ来いや、これ普通です。普通の喋り方です。いつもこんな風です。あれなんだ、あの、ムイが名古屋弁も三河弁も喋れないっていうか分かってないんだけど、引きこもりでしたから。やかましい。そうじゃなくて、あの、でも聞いてる分には別にその違和感を感じてないのね、その名古屋弁使われても。あの、大阪弁とかさ、そういうなんかがっつりなんか、あ、違う言葉だなっていうぐらいだったらさすがにね、分かんない時もあるんだろうけど、かっちゃんぐらいであれば全然聞き慣れるだけの、聞き慣れてるだけのあれがあって違和感感じてないから、無意は無意で別に、はよ行こうって言われたら、そっか、行くかっていう感じでね、ついてくだけなんだけど、視聴者さんからしたら、どうもかっちゃんが怒ってなんか、全然言ってるような。あのね、本当にね、怒ってもいなければね、なんとも思ってないんですよ、これ。本当に普通の会話で喋っとるだけ。多分、視聴者さんと会った、EIKO さんか。うん。エイコさんでいいんじゃないの？エイコさんでいいのかな？エイコさん、名前出してすいません。いいのいいの、みんな視聴者許してくれてる今のところ。普通に喋りましたよね。こんな風でしたよね。変わってませんでしたよね。もう手、この画像のまんまでしたよね。そう、別に、撮影中だからって、言っちゃダメなワードはもちろん、放送禁止的用語的なものは言うなとは言うけれど、まあ別にそれ以外は素よ。山口くんもね、本当もうそろそろ慣れてね。仁田さんも、エイコさんも慣れて。その人たちはみんな、なんていうの、その東海三県組じゃないの？
東海三県か、そうやん。だからあれじゃない、その聞き慣れてるんじゃないの。いや、その人たちは。だって三重は関西系やん。何言っとんねんとか食べなとか。三重県の知り合いも岐阜県の知り合いもおらんから。滋賀も岐阜県は岐阜県は岐阜県は名古屋より汚いで。そうなの。美濃弁って、美濃弁喋ってみ、しゃ、聞いてみ。めっちゃ汚いぜ。あのね、いろんな人的に回すけど、俺の中で汚いと思ってるのは名古屋弁と大阪弁と広島弁なんだ。大阪弁なんかめっちゃ可愛いやん。女の子なんか何言ってんねんとか言って。でも名古屋弁、その大阪弁広島弁は、うん、知らんおっさんに言われたらめっちゃビビれる自信がある。そう。俺一番嫌だなと思うのは本当岐阜の美濃弁。僕最初会って喋った時、こいつ喧嘩売ってんのかなと思ったもん、最初。そんな、めちゃ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 汚い。どんなっていうか、その。名古屋弁を本当に喧嘩口調で言っとるような喋り方。早く行こうっていうのを、なんて言う、例えば。早く行けやとか言う。早くやれとか言って言うやつ。それはただ単にその人の気性では。違う。誰もが言うんよ。うん。お前何怒っとるんやん、って言うもん。怒ってねえし、つって。いや、怒っとるやろ、今すぐ、つって。いや、こういう言い方やて、つって言うと、近所、みんなそんなしょうな喋り方なんやんて。早く食えや、とか。岐阜県の人、そうなんですか。身の弁当汚いですよね、岐阜県の皆さん。敵を作る動画になったな。なんで身の弁当ほんと聞いてみ、生で。YouTube で開いたらなんか出るかな。あとでちょっと見てみよう。うん、俺より汚いと思うよ。ほーん。俺汚いかな。まあ、名古屋弁が出て、お上品な言葉ではねえなと思ってる。名古屋弁と三河弁みたいなもんが混ざって出てるようなもんですから、まあ、河村知事と同じだと思ってください。それダメだがね。あそこまで言わないですから。はあ、何言っとりゃーすっても言いませんから、僕。それ言われたら、いよいよなんか、標準語で喋れって言うようになるかもしれん。そこまであったら。標準語がわかんないから、このままで育ってきたからな。偉いなぁは許されませんよ。そう。でもね、皆さん、まあ、こういうね、愛知県出身っていうことで分かっていただければいいんじゃないですか。そうか。他県の方が愛知県に来た時に、ああ、かっちゃんと似たような喋り方しとるってなるんだって思うだけ。いや、平成生まれの人は多分ないと思います。昭和生まれの人だと、多分大体こんなような喋り方が。うん。うん。大体こんな喋り方です。うん。それ面白いな。大体そうです。気にしないでください。僕の喋り方なんて。心霊に集中して、心霊に。そう。映像を撮るぞっていう。皆さん、今日もね、いっぱいね、お谷城から、ガンガンに、3つぐらい送ります。ガンガンで3つ。わからん。今撮影前だからなんていうの、本当に3つ送れるかもわからんし。疲れてさ、忘れちゃうかもしれないし。うん、山登りで体力いっぱいいっぱいにて。もう山登りがね、エスカレーターがないかなってずっと探してるんですけど、どこにもないんですよ、エスカレーターが。本当にね。うん。ヘリコプターも飛ばないんですよ。クソ迷惑。じゃあ、これからね、まあ、行って、皆さん、ちょっとね、大谷城の、まあ、もう一個上を踏み込んで、まあ、お市さんとかは見えた人もおれば見えてない人もって、ほんで何かやったっけ、息子がおるとか言っていう話やったけど、あれ僕ね、すいません、息子が見えてないんですよ。それ上に行って説明するんじゃないの。今言うんだ、これおまけ動画の方よ。おまけ動画だよ。そうだから今日はね、それも探してみようかなと思ってるんですよ。うん、多分ね、俺は違うと思うけどな、違うとこの子供やと思うけどな、種違いっていうか、種違い腹違いではないでな。うん、まあとりあえず今から、
山登り。山登りだ。頑張ろう。皆さん、一応皆さんと一緒に今日もね、山登りしながら、いい景色を眺めながら行きましょう。いや、いい場所、綺麗な場所だと思うよ。夜景が綺麗なとこだったから。皆さん、行こう一緒にな。よし、では行ってきますか。行きましょうか。あ、カメラ持ってきた？どのカメラ？デジカメに決まってんだろう。俺の仕事はそれしかないじゃん。持ってきてる、持ってきてる。何も見えねえ。ワンピ、ピンク色のワンピ。どう見ても時代背景間違えとるやろ。なんで？向こう側見られてるって言われてる。要は変な話、こうやって、要はこうやって立ってる。おお。何やって、すごい気になるかな。これ変な話、はい、歴史上ようわかんないけど。交代みたいに突っ込んでとるね。ああ、うん、あのさっきの看板にも書いてあったけど、奇襲作戦みたいだったとは書いてあったぞ。ズボズボズボってその剣に向かって足止めっていう感覚で。ああ、そうですな。要はうわーってくるやん。その剣の矛先に越えて自分たちで突っ込んでって自分たちが自害するやつが多いぞ。そんなん見えてんの？どこでもねえな、なんていうの、再現 VTR やけ。なんだろう、姉川のなんていうの、映像無理やり見せられたりとか、なんかあなたここ最近、あ、そうそう、重たいの多いけど大丈夫か、本当に。姉川で思い出したなんて、あの後家帰るやん、はい、すっげえ頭の中の映像、まま、あの繰り返しリピートされてた。飛び級のグロ画像を。そうそうそう、うん、戦の戦いが、うん、あそこでは見えなかった、もう途切れ途切れのとこも映像としてわけわからん映像がで一つ、そうそうそう、夢なのか僕もちょっと定かじゃないんだよ、ここ、うん、姉川であそこにさ、俺水たまり1個2個目に、うんうんうん、ワンピーの着た女性が見えるって俺に言ったやん、はいね、うん、その映像が僕がさ、布団の中に入って寝ようかなと思った時に、うん、あれが見えたの、はい、あれが見えたの、見えました。あの橋の上から見てた。そう、この人だ。寝ようとした時の狭間の顔がこれやった。聞くな、それは。もう一瞬見たでこいつと思った俺。今サンチゴリといたぞ俺。マジか、うん、嘘、おいつたの成仏してないの、マジか。おいつたって何、成仏してないの。うわ、本当に登山じゃん。今どこ。右。ほんで今ぶっちゃけ今ここにおいつたが立ってんの。木あるやん。はい、あのど真ん中の。はい。ほんで真ん中に右に一本黒い木があるやん。影になった。はい。あれの真ん中に綺麗な。はいはいはい。だからここでパッと今。
残れるか分かんないですけど、あれだね、普段の黒い帽子になって白になってるせいでイメージが違うな。そう白白でしょ今日。うん、じゃあ皆さん行きましょう。はい、行きましょう。山登りだ。15m 先かなに、着物を着た女の子が手招きをしています。お石さんの娘さんだと思います。お石さんは出ないってよく言ったじゃない。夜晩お石さんは出ないって言ったじゃない。もうちょっとヒントちょうだい。旦那さん？そうそうそう、イケメンの。おお、うそ、うそ、あざ、あ、あざい長政する。すごい、あの、なんか立派な服着てたぞ。